松坂大輔が60億円で海を渡る。その松坂が西武に入団した1998年、阪神は松坂と同じ高校生をドラフト1位で指名した。藤川球児である。今年のプロ野球前半戦の主役は間違いなくこの男だった。毎日のように投げるリリーフピッチャーとしては空前絶後、47回3分の2連続無失点の大記録。藤川はおよそ3ヶ月もの間スコアボードにゼロを並べ続けた。そして7月オールスターゲーム、占領役者が顔を揃えたこの舞台でひときわ輝きを放ったのが、ファン投票1位セ・リーグ最多得票で選ばれた藤川だった。なんとここで前代未聞のストレート宣言。そして小細工なしの真っ向勝負にファンは酔いしれた。そして第2戦藤川対清原、誰もが待ち望んでいた夢の対決が実現した。キャッチャーの矢野は藤川のストレートをこう評する。大げさに言うと魔球に近いっていうか、そのプロの選手がまっすぐを待ってまっすぐを空振り取れるっていうピッチャーがね、今のこの野球でいるかって言ったら本当にそうはいないじゃないですか。ナンバーワンのストレートだと思いますけど、来ると分かっていても打てないストレートという魔球。藤川はいつからそんな魔球が投げられるようになったのか。プロ入り4年目の2002年9月、ようやく掴んだ初勝利に藤川は涙を流した。長かったです。プロ4年目ですよね。はい。しかし以降も鳴かず飛ばず、度重なる故障にも泣かされ引退が囁かれたこともあった。そんな藤川に転機が訪れた。きっかけはある人物の一言だった。当時の二軍投手コーチ山口隆である。現役時代阪急で活躍したこの山口こそプロ野球史上最速の男とも言われる伝説の剛速球投手。3日前から振らないと打てないと形容されたストレート、全盛期はスピードガン導入の直前だったが160キロは出ていたという証言も少なくない。その山口コーチの一言が藤川覚醒のきっかけとなった。一番の彼の悪い癖だったあの右足に体重をこうかけて出ていく、曲げすぎてボールを低く掘るために自分がまず低くなってしまってたような感じで。当時の藤川はマウンドの土がつくほど右膝を深く曲げていたため球の出所も低かった。しかし山口コーチのアドバイスを受け右足の使い方を中心としたフォームの改造に着手。その結果
見た目にはわずかな変化が大きな進化をもたらした。体重移動がスムーズになり、球の出どころも高くなった藤川は次のシーズン一気にブレイクする。ボールがホップしてるイメージが一番じゃないかなって、今の球界の中ではね。ホップするストレート、実際生身の人間にそんなボールが投げられるのか。シーズン中ハイスピードカメラを使用し分析を行った。そこから浮かび上がってきた驚きのデータ。いや、こんなに回転数が速いピッチャーがいるとはびっくりしました。普通のピッチャーに比べて3割も速い。ピッチャーが投げたボールは1秒間に何回転しているのか。分析した15人の平均値は1秒間に37回転。中でも回転数の多かった松坂のストレートは最高41回転。日本球界最速マックス161キロを誇るクルーンのストレートは松坂を上回る最高43回転。そして藤川のストレート、1秒間の回転数はなんと松坂クルーンを上回る最高45回転を計測した。理論的にはですね、回転数に比例してホップする力が大きくなります。ですから、回転数が大きければ多いほど、ボールは浮いてくるわけですね。いかにスピンをかけるかというか、ピンポン玉のように浮き上がれと思いながら上から叩きつけるんですね。スピンをとにかく回れっていう、この最後の最後でこうなるんじゃなくてここで押し込むんですよ。こう言って最後にここまで来てもう一度こう行ってくれと思いながら、気持ちを入れながらグッとこう、はい。また球種はストレートといっても、ほとんどのピッチャーが投げるボールは回転軸が傾いている。その傾きが小さいほどボールがホップする力は大きくなるのだが、これも藤川のデータはずば抜けていた。普通のピッチャーですとだいたい30度ぐらい傾いているんですね。クルーンとか松坂も小さいんですね。で、彼らは10度でした。藤川の場合、この水平からの角度がですね、たった5度なんですよ。で、これは驚きです。では同じリリースポイントで同じところを狙って投げた場合、ボールの軌道はどうなるのか、シミュレートしてみた。ホップする力が大きい藤川のストレートは最後までボールが落ちにくく、ホームベース到達時点でクルーンや松坂、その他平均的なピッチャーと比べるとこれだけ高さに差が出てくるのだ。あの藤川とクルーンの差はですね、だいたい2センチぐらいで、松坂との差はですね、15センチぐらいで、普通の投手との差はですね、これは30センチぐらいです。このくらいですかね。普通のピッチャーのつもりで打てばですね、全然バットに当たらないですね。かすりもしないっていう状況だと思うんですね。で、ほとんどは、ボールの下を空振りするっていう感じだと思います。低めに狙ったボールが、叩いて僕のイメージではそのまま高めに行ってしまうんですよね。だから低めに行くときはたまたま行くだけであって。なるほど、低めから高めに逆に浮き上がるようなイメージで行ってくれと思いながら投げて、気持ちもやっぱり乗ってるボールだと思うので、そういう気持ちが乗ってるので。低めから高めへ、ピンポン球のようにボールが浮き上がる。まるで野球漫画の主人公のようなセリフを藤川はこともなげに言ってのける。この男がいる限りプロ野球は死なず。